使い抜こう。困窮する者たちを少しでも救うために。諸葛亮さんと光秀さんが相手か。嫌な組み合わせだね。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。私で良いのか。続けて鉄砲隊出なさい。単純だけど効果的に攻めてくるな。ではこちらも伏兵出なさい。少々稚拙なのではありません。伸びきって対策面を作るには十分でしょう。これが稚拙なの。さすがは大王諸葛公明。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。俺も手を打つくあるけど、まだちょっと時間がかかるんだよね。俺はちょっとまずいかも。誰か助けて。その首いただいた。
私でよいのか。私の知略に勝てるとお思いか。なんだこりゃ、村がひでえ。そう、戻ってくるのが遅すぎたか。私の恩人によくも。誰だ、誰がやりやった。私が行こう。これからよ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。私でよい。あなたたちが誰？あなたたちがダッキに協力しているのは何を考えているのか、じっくり聞き出してみる。モルドモ、耐えろ。ここが正念場だ。残
だ失態よ。僕を煩わせて申し訳ない。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。これはお手間をおかけしまして心強い登場感謝感激です。これからよ。敵将を討ち取った。私を狙う獣のような目たまらない。面白いな。
あなたたち。敵は北から流れいるよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。炎本所である。ベイドのお見事。それじゃ俺もやってみるかな。私で良いのか。我が魂、今こそ披露せん。私でよいのか。結構な長旅だったってのに元気なこと。ごと報酬さすがは竹中半兵衛ですが、これも計算のうちです。敵の先にさらに上を行くと諸葛亮殿の警官が感服するばかり。五島北条から援軍を守る。さすが竹中半兵衛ですが、これも計算のうちです。敵の先にさらに上を行くと諸葛亮殿の軽眼には感服するばかり。今が好機ですね。打って出ます。半兵衛の仕業。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。
ダッキに協力するだろうと。あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。天が知ったよ。僕を煩わせて申し訳ない。協力しているとも思えません。まだ引けません。あなたたちの真意を見極めねば。もしすごい。しかし負けられません。信長様に報告しなくては。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。敵将討ち取った。一段と冴えておいでですな。くそ、調子乗ってやがんだね。かけさせちまったな。これは厳しい状況だな。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。我が魂今こそ披露せん。
元気だったか、小僧。親方様。はい、どうした。劇的勝利に男泣きか。だって、もう会えないと思って。てか、泣いてません。いつもの小僧に戻ったな。よかった。勝てたようだな。